吉田さん、お疲れ様。やっぱファミコンショップチロリン村、ファミコンのその中古のカセットテープを売買する、まあそんななんかお店がありましたよね。そこに私も行ったことが大学時代ありますね。まあなんかこう中古のゲームを買い取って中古のゲームを売る。実は私小学生の頃にね、パソコンのゲームっていうのをやってたんですよ。でゲームソフトって大体6000円とか1万円とかっていうのがプライスラインだったので高いんですよね。だから自分の遊んだゲームを飽きたやつは中古パソコンショップに売りに行って、でそこでね、中古で出てるゲームを買ってくるみたいなことを繰り返して、まあいろんなゲームを限られた予算の中で楽しんでいたかなっていうところがありますけども、それがなんかファミコン版になったかなと。でいわゆるクソゲーとかいうやつね、なんか500円ぐらいでカセットが投げ売りされてるやつがあったりとか、まあ中にはね、なんかこうスペランカーじゃないですけども1万円とかで高値のやつがあったりとか、価格が様々で、それによってなんか人気のランクが分かったりとか、基本的には市場に物が溢れていれば安くなるし、限られた本数しかないやつは高くなるしみたいなね、市場原理があったような気がしますね。なんか懐かしいなと思いますけど、まあその中でもマリオブラザーってのはなんか誰もがやったことがあって、で売れ筋なんだけども、売れ筋すぎてもう値崩れしてる、中古ではあんまり、喜ばれないやつだったかなって気はしますけどね、なんか懐かしいですね。それからツタヤとかブックオフとか通ったなーとかいうのがありますね、だから私がね昭和時代に生まれてすごく嬉しいなっていうのが、その懐かしいっていう宝物があることですよね。まあ、それはどの時代に生まれても40、50になったらね、懐かしいっていうその自分の人生を振り返る宝物ってのは胸の中にあるもんかもしれませんけどね。まあでもね、私未だに思うんですけども、ルパン三世、全然話飛ぶんですけども、ルパン三世の映画の第一作目、ルパン三世ルパン対クローン人間ね、これは後で付けられたタイトルらしいんですよ。公開された時はルパン三世劇場版みたいな感じでサブタイトルなかったみたいなんですけども、このルパン対クローン人間っていう作品が多分ね、あらゆる作品の中で最も洗練されたすごくいい番組だったんじゃないかなと思いますよね。いろんな意味ですごかったなと思います。もうセリフもかっこよかったし、そのセリフの意味がこの年になったらいろいろと分かってきたりとかしてですね、でルパン三世がそのなんでね、映画見ましたかね、ルパン対クローン人間。なんでルパン三世が最後までまあもう追い詰めていったのかとかね、それからなんであそこまで命をかけて最後まで、単なる泥棒がですよ、泥棒がああいった世界を支配するハワード・ロックウッドの魔物ね、あれを追い続けてきたのかってことがね、今になってやっとわかるかなと思うんですよ。で、あれ冒頭ではルパン三世のクローン人間が処刑されるっていう話なんですよね。で、実際にルパン三世のクローン人間が処刑されたのを全員型のトッツァンとルパンが見に行って、で、最終的にはマモーが、いや、死んだのはコピーの方であんたは本物だよって教えてくれたんで、私たち視聴者もよかったっていう感じでね。それが全員型のトッツァンも最後のシーンでルパンに言われるわけですよ。ね、とっつぁんって、俺って死んだはずなのになんで未だに追い続けるのって聞くんですよね。そしたら銭形のとっつぁん言うんですよ、いやいや、ルパンが何度死のうがね、本当に死のうが関係ないと、ルパン三世って人間がいる限り、この地上にいる限り俺は追い求めていくんだ、それが俺の生きがいなんだって。でルパン三世が番組の中で死んでしまうことって結構ね、何度かあったらしいんですよね、テレビの作品とかで。ただ銭形のとっつぁんでも生きがいなくしちゃっても頭ポン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 になっちゃうわけですよ。でもルパンが生きてるってことを知ったらまたね、元気復活してまた追い続けるみたいな、まあ、トムとジェリーみたいな要素も入ってると思いますけども。でルパンがね、なんか最後に魔物を追い詰めて自分にこう納得感を得たのは何かっていうと、一つは俺は夢を奪われたっていうセリフがあるんですよ。まあ、作品見てなかったらすいませんけども、次元に最後魔物に決闘に行くときに止められるんですよね。ルパン行くなよって、もう俺たちにはかなわない、あいつら化け物なんだからさ、俺たちはまた泥棒家業やってさ面白く暮らしていこうぜって言うんだけども、ルパンはお前ってクラシックなやつだよなと、
俺は夢奪われたから行かないといけないんだよっていうわけなんですよね。それでそこで次元は聞くわけですよ。もしかして夢ってのは藤子のことか女の子とかって聞くんですよ。そしたらルパンは答えないんですよね。本当お前ってクラシックなやつだよなっていうふうに答えるんですよ。でそこで分かるのは、当時私が思ったのは、そうだ俺は藤子を取られたから藤子を取り戻しに行くんだっていうふうに捉えたんですよ当時は。だから女が俺の夢なんだっていうふうにね、その時解釈したんですけども、でも今の解釈違うんですよ。次元が夢ってのはお前女のことなのかって聞いて、ルパンがいやいやそんなことじゃねえよって、お前いつまでも考え方変わんねえなと、女を求めていたっていうところしか見えてないのか、違う、俺は俺自身を取り戻しに行くんだってことなんですよ。それは何かっていうと、冒頭でルパンがね、クローン人間とはいえども処刑されてるんですよ。でもルパンの心の中にはね、作品の中では全く語られてないんだけども、ルパンの中ではこういうふうな思いがあったんじゃないかなと。たとえクローンのルパンといえども、俺がやすやすと捕まってやすやすと処刑になるわけないだろうと。あんなのは俺のクローンでも何でもねえよと。俺だったらいとも簡単に警察の包囲網をくぐり抜けて処刑になんて間違ってもならねえよと。それをクローン人間の演出とはいえね、死んだってことにされたことに俺は夢を奪われたんだっていうふうに感じたから、最後魔物を追い詰めて、そして、決着をつけたんじゃないかなと思うんですよね。でシリアスに終わっていくときに、最後にね、なんか面白いことに善意あたのとっつぁんが地中から手をムンズって掴むわけですよね。ムンズっていうわけですよね。そこでまた物語のシリアスなところが全部壊れて、またギャグシーンに向かっていくんですよ。最後善意あたのとっつぁんとルパンがね、二人三脚で逃げるわけですよね、空爆の中を。で逃げるときになんと橋幸夫だったかなんかのルパン音頭がちゃんちゃかちゃんちゃかってかかるんですよね。でなんかこうすごくシリアスにラストシーンを迎えたところに対して、また面白おかしいルパンが戻ってきた、ああよかったって感じで終わる。あれも一つの懐かしさだったんじゃないかなと思うんですよね。ああルパン三世の物語はまだ進むんだなと。だシリアスな映画の中にあってね、いつものひょうきんで愉快な怪盗ルパンが戻ってきて、よかったよかったみたいな感じで安心してルパン三世のテレビシリーズパート2を私たちは見ることができたのかなというところですけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それではお疲れ様です。